こんにちは。青森市公民連携デスクです。今日は青森市の公民連携の取り組みについてご紹介します。人口減少やデジタル化など行政を取り巻く環境は大きく変化しており、行政ニーズも複雑化多様化しています。これらの課題に対応するため、行政と民間の力を結集し、新たな価値を競争することが公民連携の目的です。行政は信用力や影響力など、民間はアイデアやノウハウなどの強みを生かしながら、市民サービスの向上や新たなビジネス機会の創出など、それぞれ得られるメリットを調整し、連携します。青森市では公民連携に取り組むために3つの体制を整備しました。1つ目は、公民連携に関する相談を一元的に受け付ける公民連携デスクを設置しました。2つ目は、民間提案制度を導入し、連携事業や実証実験に取り組むこととしています。3つ目に、青森市の公民連携に関する情報を一元化して発信するとともに、24時間365日提案受付するポータルサイトを開設しました。公民連携で想定される取り組み例をご紹介します。無償の実証実験などから効果を検証した上で本格導入につなげるもの。企業がサービス提供者から直接費用を得ることで自治体負担なしで連携するもの。CSR により自治体負担を抑えた連携をするもの。事業の企画段階からアイデアをいただくサウンディングなど。これらは一例ですが、さまざまな取り組みを想定しております。今年度の事例をご紹介します。県外企業と連携した青森ねぶたの廃材を活用したアップサイクルプロジェクトや、歩行量調査の自動化に関する実証実験など、 SDGs や地域の DX に関する取り組みを実施しています。これらは一例であり、今後も様々な取り組みを実施する予定です。最新の情報は青森市公民連携ポータルをご確認ください。皆様のご提案をお待ちしております。